皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日はですね、睡眠についてお話ししていきたいなと思います。なかなか夜寝つけないなとか、寝たのにこう朝起きてもすっきりしないな、疲れが取れないなみたいなことでお悩みの方いらっしゃるのではないかなと思います。人間が生きていく上では運動、栄養、休養というようにですね、それぞれが重要な役割を担っているわけなんですが、食べるっていうところの観点からも睡眠にアプローチできる部分があるので、管理栄養士の観点から質のいい睡眠を取るためにはどのようなアプローチができるのかっていうところを今回お話ししていきたいなと思います。今日お話しするトピックが大きく分けて3つあります。まず1つ目が日本における睡眠の現状、2つ目は質のいい睡眠というのはどういうものなのかというところを話します。3つ目、睡眠とタンパク質との関係について管理栄養士の観点からお話しできればなと思います。まず1つ目なんですけれども、日本における睡眠の現状についてお話ししていきたいなと思います。今回私がお話しするのは、国が毎年調査をしている国民健康栄養調査の結果をもとにお話ししていきたいなと思います。睡眠の状況っていうところの項目があるんですけども、その中でここ1ヶ月睡眠で十分な休養がしっかり取れていないと感じている人の割合が、男女合わせて年齢も関係なく全体で 21.7% というような結果が出ています。データを集め始めた平成21年の調査結果から見ていくと、こう優位にこう年々増加していってるというふうに言われていますので、睡眠の質、あとは寝てるのに疲れが取れないなと感じている人の割合が年々増加しているというような現状になっています。かつ皆さんはどれぐらい睡眠時間取っているかなというところも見てみると、6時間以上7時間未満と答えた方の割合が最も多いという結果になりました。その最も多い割合が、男性で 34% で、女性で 34.7% っていうところなんですけども、逆に睡眠時間6割未満の方もどれぐらいいるのかというと、こっちの方が割合が実際高くてですね、男性で 36.1%、 女性で 39.6% というような調査結果が出ています。これは年齢別で見ると、一番こう睡眠時間が少ないよという方は男性で30代から50代、女性だと40代から60代の方が4割を超えているというような結果が出ています。これをの結果を踏まえるに、どういうことかというと、男性女性ともに働く世代の方は日々の睡眠時間が短くなってしまう傾向にあるというような状況が、日本の睡眠における現状かなというふうに考察しています。ご自身にも当てはめて考えてみていただきたいんですが、皆様睡眠時間どれぐらい取れていますでしょうか？私自身はですね、睡眠の悩みっていうのは正直なくて、布団に入ったらすぐ寝つけるタイプの人間なので、いつも8時間以上は寝てるんじゃないかなと思います。睡眠でしっかり体が休められていないなと感じている人が全体で 21.7% いるよっていう話をしたんですが、じゃあ質のいい睡眠の定義っていうのはそもそも何なのかっていうようなお話をしていきたいなと思います。実は厚生労働省から睡眠の質の評価指標っていうものが提示されていたりもします。なので今回はそれをお話ししますので、自分に当てはまるものがないかなっていうのを考えながらお聞きいただけたらなと思います。質のいい睡眠の定義の1つ目、規則正しい睡眠が取れているか。毎日だいたい同じような時間にお布団に入って、同じような時間にこう目が覚めてっていうような、こう規則正しい睡眠時間がしっかり取れているかというところが定義の1つ目です。2つ目が十分な睡眠時間が取れているか。これはもう仕事中とか学校にいる間にうとうとして居眠りしてしまったりとか、こう寝不足だなっていう、こうだるいなっていう心の状態ではないかっていうところが定義の1つとして挙げられています。3つ目、寝てる途中で目覚めることがなくて安定した睡眠が得られているか。これが定義の3つ目になります。4つ目、朝気持ちよくすっきり目が覚めているか。これが4つ目の定義になります。朝すっきり起きてすぐ次の行動に移せるみたいないい目覚めができているかというところも定義として挙げられています。それに紐づいてですね、6つ目が目が覚めてからスムーズに行動ができるかというところも、いい睡眠が取れているかという一つの指標になっています。次、ベッドに入ってからあまりこう時間をかけずに眠ることができているか。眠たいなと思って布団に入ってスマートフォン見ちゃって、ベッド入ってから 1,2 時間経ってるみたいな心当たりある方いるんじゃないかなと思うんですけれども、理想は布団に入ったらすぐ速やかに眠気が来てスッと眠
眠りに入れるっていうのが一番ベストなことになってますので、これも指標の一つとして挙げられています。次が睡眠で熟睡感が得られるか、しっかり寝たな、こう休まったなっていう体感が寝たことによって得られるかっていうところも、いい睡眠が取れているかどうかという指標の一つになるそうです。最後、日中過度の疲労感がなくて満足感が得られているか、これも定義として挙げられています。会社だったり学校に行ってこうなんとなくぼーっとしたりとか頭が回らない感じ、あとはもう出社するだけで疲れてしまうみたいなことを当てはまる方おられるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、それも日中の疲労感っていうところも質のいい睡眠が取れているかっていうところに紐づいてくるので、せっかくならばね、質のいい睡眠で疲れを取れるのが理想なんじゃないかなと思います。それを踏まえて3つ目なんですけれども、質のいい睡眠を取るために食事の面でどのようなアプローチができるのかというところを管理栄養士目線でお話ししていきたいなと思います。睡眠と関わりの深い栄養素としてタンパク質が挙げられます。なんでタンパク質が関係するのかというところをこれからお話ししていくんですけれども、眠気を起こすためにはホルモンだったりだとか、こう神経の伝達物質を分泌して脳のスイッチを切り替える必要があります。まあ、今私がこうやってお話ししている時っていうのはスイッチオンの状態なんですけれども、体を休めるぞっていう状態になった時にスイッチをオフにするために、人間はホルモンだったり神経伝達物質を分泌することでスイッチのオンオフを脳が切り替えているというようなメカニズムになっているんですけれども、そのオンオフを切り替える、リラックスさせるために必要な物質っていうのがセロトニンとメラトニンという物質が重要な鍵を握っています。体を休めるために必要な物質であるセロトニンとメラトニンは必須アミノ酸であるトリプトファンを摂取することで体の中で合成される成分になっています。アミノ酸というのは食べたタンパク質が分解されてアミノ酸という形になるわけなんですが、その中でも必須アミノ酸という成分は人間の体の中では合成ができないので、食事で体の外から取り入れる必要があるアミノ酸の種類になっています。なので睡眠の質を上げるために、睡眠の鍵となる物質を合成するための材料となるトリプトファンをしっかり取るために食事っていうのが重要になってくるというようなメカニズムになっています。セロトニンは体の中でどういう働きをするのかと言いますと、脳内で働くこう神経伝達物質というものの一種になるんですけども、感情の起伏みたいなものを働きを落ち着けてこう和らげるというような働きを体の中でしてくれます。こう盛り上がった心を抑えるためにセロトニンが働いてくれる、なので休むよっていうモードに体が切り替わるというような働きをしてくれる成分です。メラトニンはホルモンの一種で、覚醒と睡眠を切り替えるというような役割を担っています。こう主にスイッチをカチッと切り替えるのはメラトニンがしっかり働いてくれることで、体を休めるよっていうモードに脳が切り替わるというのがメラトニンの働きになっています。このようなこう睡眠だったりこう体を休めるというところに重要な役割を持っているセロトニンとメラトニンを体の中でしっかり合成するためには、食事でタンパク質をしっかり取るということがいい睡眠のための鍵になってきます。ではですね、そのためにどうしたらいいのかというところなんですけれども、夕食のメニューをタンパク質中心の献立にしていただくのがおすすめです。寝る時のスイッチを切り替えるための物質をタンパク質を取ることで合成することができますので、夕食でしっかりタンパク質を取ってあげるっていうことがいい睡眠をするために重要になってきます。まあ、食べるタイミングも、まあ、寝る直前に食べるのではなくて、できれば寝る3時間前ぐらいに夕食を終えていただくのが一番理想になってます。まあ、寝る直前に食べると体の中は食べたものを消化するために働かなきゃいけないので、なかなかスイッチを切ることができないっていうところで、消化が終わって休めるぞっていう状態に内臓がなるように、寝る3時間前ぐらいに夕食をしっかり終える、夕食のメニューはタンパク質をできるだけ多めに取ってあげるというのがおすすめになってきます。で、実はもう一つ重要なアミノ酸がありまして、最近よく聞く機会増えたんじゃないかなと思うんですけれども、グリシンって呼ばれるアミノ酸になります。これは非必須アミノ酸になりますので、私たちの体の中でも作ることができるアミノ酸になってます。最近だと睡眠を助けるサプリメントとかにも使われていたりするアミノ酸なんですけれども、これを取ると何がいいかと言いますと、質のいい睡眠を取るためには体の深部体温って呼ばれるものを下げるのが有効であるというふうに言われています。まあ、深部体温っていう何かというと、体の内側の内臓とかが持っている熱をなるべくこう下げてあげることで、体がしっかり休まるモードに切り替わる
というような研究結果が出ています。体の中の体温を下げるためにグリシンとアミノ酸は体の末端の血行量を増やして手足からこう熱を放出することで体の内側の体温を下げてくれるというような働きを持っています。眠たい時にこう、ね、手があったかくなったりだとかうとうとしてる赤ちゃんの手があったかかったりすることあると思うんですけれども、体の末端の体温を上げて内側の熱を放出することで深部体温を下げて体を休めるモードに切り替えるということが睡眠の質向上のためにアプローチしてくれるというふうに言われていますので、グリシンを取ることでそこにアプローチしてくれる働きがあると言われています。睡眠と関わりの深いタンパク質なんですけれども、タンパク質が分解された形になるトリプトファンとグリシン、これが睡眠と深い関わりを持っていますので、睡眠の質にお悩みの方、寝ても疲れが取れないなと感じることがある方はぜひ日々のタンパク質の摂取量というところを見直していただけたらなと思います。今回タンパク質に着目してお話ししたんですけれども、睡眠の質を良くするためにこうタンパク質ばっかり取るとかではなくて、バランスのいい食事っていうところがベースになってきますので、その中でプラスアルファでタンパク質の摂取量っていうものをちょっと意識してみていただけるとより良い睡眠の確保につながるかなと思いますので、このお話が参考になったら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。